第一洞窟から見つかったイザヤ書の第二の写本司会文書、あるいは司会写本は1947年以降司会の北西にあるクムラン洞窟などで発見された972の写本群の総称。主にヘブライ語聖書と聖書関連の文書からなっている。司会文書の発見場所は1947年当時、イギリス遺人等治療であったが、現在では、 ヨルダンガー西岸地区に属している。20世紀最大の考古学的発見とも言われる。なお、講義に、司会文書という場合、クムランだけでなく20世紀後半の調査によって、マサダやエンゲリ近くのナハルヘベルの洞窟から見つかった文書断片なども含むので、文書数には幅が生じる。司会文書は、ヘブライ語聖書の最古の写本を含んでいて、宗教的にも、 歴史的にも大きな意味を持ち、第二神殿時代後期のユダヤ教の実情を伺わせるものでもある。文書は大部分がヘブライ語で書かれており、2割ほどのアラム語文書とごくわずかなギリシア語文書及びアラム語の方言であるナバテア語の文書を含んでいる。多くは洋皮紙であるが、一部は砂漠では生産されない牛皮であり、また一部パピルスもある。 文書の成立は内容及び、書体の分析と放射性炭素年代測定、質量分析法などから、紀元前250年頃から紀元70年の間と考えられている。司会文書を記したグループについては、伝統的にエセネ派と同定する意見が主流であるが、エルサレムのサドカイ派の祭司たちが書いた、あるいは未知のユダヤ教内グループによって書かれたとする意見もある。 司会文書の内容は大きく分けて3つに分類することができる。第1は、ヘブライ語聖書聖典本文。第2は、旧約聖書外典と、儀典と呼ばれる文書群。第3に、集団文書と呼ばれるもので、クムラン教団の規則や、儀式書、戦いの書と呼ばれる書などである。発見時の巻物の様子の再演1946年の 終わりから1947年の初めのいずれかの時期に、ベドウィンのターミレ族の羊飼いムハンマドエッティーブと、そのいとこが、ヒルベトクムランと呼ばれる遺跡の近くの洞窟の中で、古代の巻物の入った壺を発見した。最初の発見に関しては、小ヤギを追いかけていて、洞窟の中に石を投げ入れたところ、何かが割れる音がしたので入ってみたなど様々な。 逸話が語られるが、どこまでが真実かは、もはやわからない。ベドウィンたちは、最初に見つけた4つの写本を、ベツレヘムの靴職人で古物も,も扱っていた、感動こと、ハリルイスカンダルシャヒー品のもとに持ち込んだ。自身もシリア正教徒だった、感動は、古代シリア語の文書かと思い、これを、シリア正教会聖マルコ修道院の委員長で、 後に、アメリカで大主教になったマーサムエルに見せた。サムエルは、4つの写本を24パレスチナポンドで、買い取った。同じ頃、ヘブライ大学考古学教授、エレアザルスケーニクと、ビミアミン・マザールも、ベドウィンが発見した写本を、感動が入手したことを知り、命の危険を犯して、ベツレヘムにおもき、1947年11月29日に、感動から、 戦いの書、感謝の紙編と、イザヤ書断片の三つを買い取った。ここで、スケーニクは、あと四つの写本をサムエルが持っていることを知る。1948年1月、スケーニクとマザールは、サムエル・ J ・フェネガンと接触し、四つの写本の購入を図ったが、話はまとまらなかった。サムエルは、第三者の評価によって、写本の進化を知るために、 アメリカオリエント学研究所の研究者だった、ジョン・トレバーに写本を見せた。トレバーは、写本の書体や語法が、ナッシュパピルスのそれと非常によく似ているとサムエルに告げた。1948年2月21日、トレバーは、サムエルの持っていた写本を撮影したが、原本はその後のインクの変質によって見にくくなり、トレバーの写真の方が読みやすくなっている。 1948年4月、トレバーとスケーニクによって、世界に、司海周辺で、古代の写本発見の第一報がもたらされた。当時知られていた、旧約聖書の最古の写本を、約千年遡る写本の発見は、古代における、旧約聖書の実情を示すものであり、イエス時代のユダヤ教の実態を知ることで、キリスト教誕生に関する真事実がわかるのでは、 ないかという期待が生まれた。1948年5月に第一次中東、戦争が勃発したが、サムエル・ j フェネガンは、写本を安全のためレバノンのベイルートに移していた。この後、サムエルは、写本をベイルートからアメリカ合衆国に移し、各地の大学や、博物館などに買い取りを打診して回った。しかし、 そもそも本物かどうかわからないという点と、もし本物だとしたら国宝級のものであり、所有権をめぐって国家間トラブルの将来が予想されることの2点を理由に各地の施設が購入人に二の足を踏んだ。最終的にサムエルは1954年6月1日のウォールストリートジャーナル誌に写本売り出しの広告を出した。そこには売り出し、4つの司会文書、 少なくとも、紀元前200年頃に遡る聖書テキスト。個人、団体を問わず、教育機関や宗教施設に、最高の贈り物と書かれていた。写本は、匿名の購入者によって25万 US ドルで、購入された。匿名の購入者は、実は、イスラエル政府の意を受けた、マザール教授とスケーニクの息子イガイルヤディンであった。こうして、イスラエルは、 最初の7つの写本をすべて入手することに成功した。ヤディンは1967年の第3次中東戦争時にはベツレヘムの感動の自宅から第11洞窟から出た神殿の巻物を回収している。イスラエルにある聖書館最初に出土した7つの写本はエルサレムのパレスティナ考古学博物館に入った。同博物館は 当時フランス、アメリカ、イギリスの各国政府が共同で運営していた。ところが、1961年になってヨルダンが司会文書はヨルダンの財産であると宣言、1966年には考古学博物館も国有化した。イスラエルは、1967年の第三次中東戦争の後で考古学博物館にあった司会文書を回収し、 イスラエル博物館内に新しく作られた聖書館に移した。ヨルダン政府による司会文書返還要求は以後も繰り返されている。発掘調査中のロランド・ボート・ハーディング1947年の写本発見から2年が経っても研究者たちは写本の出所である洞窟の発見にすら至っていなかったが、国連急戦監視部隊のベルギー人将校、 フィリップ・リッペンスタイイラが、ベドウィンから情報を得て、洞窟を発見した。委任と治療時代に、イギリスによって設立されたヨルガン考古局の長官、ジェラルド・ランケスター・ハーディングは、同地域の考古学遺跡を管轄していたため、このニュースを聞いて、クムランの洞窟探索を企画し、エルサレム・フランス聖書考古学学院の所長で、ヘブライ語聖書の専門家のドミニコ・カイシサイ・ロランド、ボーを誘った。 1949年2月から3月にかけて二人の式の下、アメリカオリエント学研究所も協力して第一、洞窟が調査され、残っていた数百の写本断片が回収された。文書が発見された、クムラン第4洞窟クムランで発見されたと思われる、視界文書と思われるものの一部その頃、ベドウィンたちも周辺の洞窟の探索を続け、 考古学者たちを出し抜くようにさらなる写本を発見する。1952年に新たな写本が市場に出たことから、ドボーの指揮下でフランスとアメリカの考古学者たちが共同で周辺の洞窟群を調査、新たに5つの洞窟から写本を回収した。第3洞窟から発見された異色の発見物は、銅の巻物と呼ばれるもので。 その名の東流水道板に文字を刻んで巻物のように丸めたものであった。また第四洞窟からは膨大な量の断片が発見され、それらを繋ぎ合わせて600の巻物が復元された。これは司会文書の実に4分の3にあたる。以後、ヒルベトクムラン遺跡を含めて周辺の調査が続けられたが、洞窟からの写本の発見は1956年の 第十一洞窟の発見が最後になった。司会文書の研究は特定の教派によらない超教派による国際的な委員会によって行われることになった。ドボが委員会のリーダーになり、ヨゼフタデウス・ミリク、文献学、パトリックス・スキーハン、ジャン・スタルキー、モーリス・ベーエ、フランク・ムーア・クロス、クラウス・フン・チンガー、ゲッティンゲン大学、ジョン・アレグロ、オックスフォード大学、 ジョン・ストラグネル、そして後にドボーの後継者に指名されるピエール・ベノワ、といった気鋭の学者たちが集結した。委員会の研究成果は、ユダのアラノの発見物総書として、オックスフォード大学出版局から出版されることになった。1951年には、ドボーの指揮によるヒルベトクムランの本格的な発掘調査も開始された。 調査チームはそこで洞窟にあったものと同じタイプの壺を発見し、土坊は司会文書を作ったのがクムラン教団であることを確信した。調査は1956年まで断続的に続けられたが、第二次中東戦争の勃発によって中止された。遺跡の最後の調査は1958年に行われている。司会文書の価値に関して学者たちは、 当初から認めていたわけではなく、調査の結果を待って、生還の姿勢を取る者が多かった。研究の初期に、司会文書への疑義を積極的に表明したのは、フィラデルフィアのドロップシー大学教授ソロモン・ザイトリン、であった。彼は、ラビ文献の専門家であったが、写本が偽作で金目当てに鉄造されたものだと訴えた。また、イギリス人学者のゴドフリードライバーも写本が、 紀元5世紀のものであると判断したが、後にこれを撤回し、紀元1世紀のものであるという説に同意している。写本の研究が進むに従って1世紀頃の成立ということに関しては、多くの学者たちの認めるところとなっていった。クムラン洞窟より望む、司会早くも1950年には、最初の司会文書の交換が行われた。ジョン・トレバーと二人のアメリカ人研究者、 ミラー・バローズ、ウィリアム・ブラウンリーの名義で、イザヤ書、ハバクク書中介、続けて、共同体の規則が出版された。さらにスケーニクの監修した、イザヤ書の第二の巻物、感謝の詩編、戦いの書が1955年に、ヘブライ語版と英語版で出版された。外転創世記もスケーニクの息子イガイルヤディンの努力によって1956年に出版された。 ドボーヒキール委員会も DJD 第1巻を1955年に世に問うた。こうして1956年までに第一洞窟から発見されたすべての写本の内容が明らかにされた。最初に発見された写本群が迅速に出版されたのを見て世の研究者たちは残りの写本に関しても国際委員会が迅速に交換してくれるだろうと。 期待を抱いたが、その期待は、完全に裏切られることになる。委員会による DJD は、第1巻、第2巻、第3巻、第4巻、第5巻と続けて出版され、第6巻と第7巻が思い出したように、出版されたが、その作業は1960年代以降、父として進まなかった。その最大の理由は、第1洞窟から発見された写本がほぼ完全な。 形を保っていたのに対し、それ以外の洞窟から発見された写本は、ほとんどが膨大な量の断片であり、再構成にかかる時間が膨大なものであったことによる。また、リーダーの土坊が、委員会による交換まで、写本の内容を明かさないよう委員たちに求めたことが、国際的な非難を受けることになった。肝心の委員会の中からも、不協和音が聞こえるようになる。 九百五十六年に委員のジョン・アレグロが BBC の放送で銅の巻物の内容に言及しヨルダン広告局と共同して銅の巻物の宝物という著作を九百六十年に委員会の許可を得ずに出版した後にアレグロはこの財宝探索に乗り出すさらにアレグロはソルボンヌ大学教授アンドレ・デュポンソメールの勘歌を受けて司会文書の内容が キリスト教の起源に関する重大な発見をもたらすものだと主張するようになる。1956年1月、BBC のラジオ放送でアレグロは、司会文書の中に、義の教師なる人物が、アレクサンドロス・ヤンナイオスによって捕らえられ、十字架にかけられ、弟子によって降ろされ、その遺体が再臨の日まで守られることが書かれており、これこそが、キリスト教のルーツであると述べ、 大反響を巻き起こした。3月16日にドボート委員会はタイムズ氏に反論を掲載。そのような記述が司会文書にはないことを明らかにした。後にアレグロ本人も自分の推論と認めている。アレグロは1970年にはユダヤ教やキリスト教が幻覚罪であるベニテングだけの効果によって生まれたことを述べた聖なるキノコと十字架を出版して以降、 学者として認められなくなった。しかし、アレグロの主張はその後の司会文書をめぐるカトリック教会の陰謀論の原型として利用されることになる。1967年の第三次中東戦争によって中東の政治情勢が大きく変化したことが司会文書の研究継続に打撃を与えた。エルサレムとクムラン周辺がイスラエルの勢力下に入り、 アメリカやイギリスの外交筋がエルサレムにおける紛争解決の日まで一切の考古学的調査を控えるようにという要請を行った。これを受けてドボーのチームは活動を休止した。1971年にドボーが要去ると報告書の出版は細々と続けられたものの司会文書の研究が著しく妨げられることになった。クムラン遺跡死去した。 ドボーの後を継いで1972年にピエール・ベノワが委員会のリーダーになると作業の遅れが公然と非難されるようになる。1972年8月9日付のニューヨーク・タイムズは司会文書を特集し、その中で新しい編集士官は交換の遅れによる民衆の怒りを避けるよう努力することを進めた。しかし、ベノワが 委員会の代表を務めていた12年の間に出版されたのはわずか2冊の DJD だけであった。ベノアは健康上の問題を理由に1984年に辞任、ジョン・ストラグネルが後を継いだが、その頃には委員会はメンバーが亡くなったり、辞任したりで人材が枯渇しており、委員会の実務能力はないに等しかった。1987年は、 司会文書発見40周年の記念であったため、各国から司会文書研究と原点交換の遅延を非難する声が再び巻き起こった。これを受けて、フランス聖書考古学研究所は、ジャンバッティスト・アンベールをリーダーにした調査チームを立ち上げ、土ーが残した司会文書とクムラン遺跡に関する膨大な調査記録の編纂を開始した。さらに、 司会文書を管理していたイスラエル古代遺跡管理局が不適任という理由で1990年にストラグネルを委員会から外しヘブライ大学教授エマニュエル東部を新しい委員長に任命した東部は手始めに委員会の人数を60名に増員し世界中から優れた学者たちを招聘した東部の強力なリーダーシップのもと 世界が待ち望んでいた司会文書の交換は急速に進展することになる。一方で、東部ハドボーの交換されるまで委員会以外に文書の内容を示さないというルールを継承しようとしていた。しかし、1991年9月4日にアメリカのオハイオ州シンシナティにあるヒブル・ユニオン・カレッジに保管されていた司会文書の写真が 司会巻物未交換本部に予備版と題して出版された。これを受けて9月22日にはカリフォルニア州パサデナにあったハンティントンライブラリーも保管していた司会文書の写真版の公開を決定。イスラエル古代遺跡管理局は当初法廷闘争を起きとしたが世論に配慮して方向転換し9月25日に司会文書の写真の自由な利用を認める旨を 発表した。最初の発見から44年を経て、初めて司会文書の全容が世界に示された。1991年に、イギリスの作家マイケル・ベージェントとリチャード・リーが司会文書の謎を出版し、司会文書の出版が進まないのは、カトリック教会の陰謀であると主張した。同書によれば、委員長のドボーはバチカンから、写本の年代を紀元前二世紀として、 新約聖書の成立年代から極力話すこととカトリック教会の教義を脅かす内容がある場合、決して公表させないことという二つの指令を受けていたとしている。カトリック教会の陰謀というテーマで一般受けした同書ではあるが、学術的には全く意味のないものである。オックスフォード大学の司会文書研究者ゲザ・バーメ氏は、成立年代に関しては、 ヒカトリックの学者たちによっても広く認められていること、委員の中には、カトリック教会と無関係の者も,のも多く、土坊のそのような指示があったとしても従う義理のないものが多いこと、最終的にすべての写本の内容が公開されているが、キリスト教もユダヤ教もどちらに関してもその土台を揺るがすような、記述は何もないことなどを挙げて、全くのナンセンスと論破している。 ノートルダム大学の教授で、司会文書の研究家、ジェームス・バンダーカムもベージェントとリーの著作について、司会文書のすべての巻物を利用することのできる今、誰もそこに、キリスト教にダメージを与えたりするものや、バチカンが隠蔽しようとしたものを乱すことは、できないでいると述べ、二人の陰謀説が、根も葉もないもので、同書は、学問と、いかがわしさが、 これほど機械に合体した書物を想像することは難しいと切り捨てている。ベージェントとリーは1982年にもレンヌイコールルイコールシャトーの謎を出版してカトリック教会の陰謀論を展開した。イスラエル博物館における司会文書の展示1991年ロバート・アイゼンマンとジェームズ・ロビンソンの監修によってハンティントン・ライブラリー書像の写真が 写真版司会巻物として交換され、1992年には新委員長の頭部によってすべてのクムラン資料のマイクロフィルム版が出版された。1997年にはオックスフォード大学出版局が全司会文書の写真デジタル版 CD を出版、さらに2010年10月19日にはイスラエル、考古学長が Google と共同で全司会文書の デジタル写真をインターネット上で公開する計画を発表し、作業を進めている。土坊及びその後継者のもとで父として進まなかった DJD の刊行は、東部のもとで劇的に進行し、1995年から2000年までに、第8巻から第38巻が一挙に刊行された。第39巻は2002年、第40巻が2009年に出版されて、 ようやく全作業が終了した。司会文書は日本でも2001年に東京オペラシティにおいて開催された東京大聖書店において公開された。2001年5月9日から14日には神戸聖書店でも展示され2万人以上が訪れた。2021年にはユダヤ砂漠の恐怖の洞窟内で新たに約2000年前の聖書写本の断片が発見された。 司会文書が発見された、クムラン周辺の洞窟群には、発見順に番号が付けられている。第4洞窟と第7から9洞窟は、クムランに非常に近いが、第1、第3、第11洞窟は、クムランから遠い場所にある。クムラン周辺には100以上の洞窟があるが、写本が発見された洞窟は全部で11である。以下に概要とそこからの出土品を示す。 司会文書には断片に至るまでほとんどすべてに整理記号が付けられている。例えば、市風とあれば、クムランの第一洞窟から出土した、イザヤ書の一つ目という意味であり、市区眼は一九一でもある。司会文書が収められていた壺1947年に発見された最初の洞窟。七つの写本が発見された。二つのイザヤ書共同体の規則。 幅バ書中回、戦いの書、感謝の紙片外転創世記、その他に巻物を保管していた陶器の壺、布切れ、写本の断片などが発見されている。1952年に発見。33の文書の断片が300ほど発見された。ヨベル書、コヘレトの言葉のヘブライ語原点を含む、銅の巻物1952年3月14日に、 考古学者たちが発見。ヨベル書を含む14の文書と、銅の巻物という銅板に文字を刻み込んだものが発見されたことで有名。金や銀、銅などの隠し場所が記されている。49403暗息日の犠牲の歌1952年8月に発見され、9月22日から29日に調査された。クムラン遺跡から見えるほど近く、 クムランの洞窟群の中で最も多くの写本が発見された。洞窟内部は2つに仕切られていたが、写本はどちらから出てきたかわからないものもあるので、基本的に4級オフス。第4洞窟からは1万5000の断片が発見され、500の写本が再構成された。その中には9から10部のヨベル書、21のテフィリン、7部のメズゾットが含まれていた。 1952年に第4洞窟に続いて発見された。第5洞窟からは25の文書が、第6洞窟からは31の文書の断片が見つかった。792にリシア語、エノクショこれらの洞窟もクムラン遺跡に近い。1957年に調査が行われたがわずかな断片のみ見つかった。 第7洞窟からはギリシア語文書の断片のみが、第8洞窟からは創世記など5つの断片が、他に壺やランプ、革靴の底などが見つかった。第9洞窟からは解読不能の小断片のみ。ここからは小さな陶辺が2つ見つかっただけである。1956年に発見され21のテキストが発見された。 その中でも特に、神殿の巻物は、司会文書の中でも、最長で8.15メートルもある。司会文書の内容は、大きく3つのグループに分類される。それは、ヘブライ語聖書本文、旧約聖書外典、儀典、そして、教団文書と呼ばれるものである。以下に、文書の一覧を示し、複数の巻物が含まれる場合は、その本数を記す。 これらの中には一つの巻物に複数の書をまとめたものも含まれている。司会文書の発見によって、聖書テキストが時代を経てどれほど変遷しているかを確認することができるようになった。司会文書以前に知られていた最古のヘブライ語写本は、925年頃書著者されたと考えられるアレッポ写本であったので、最古の写本が一気に千年遡ったのである。 司会文書に含まれる聖書テキストを分析すると35%がマソラ本文と一致し、5%が70人、約聖書の系統であり、5%がサマリア語書の系統に含まれるものである。残りは全く独自の系統に属するものである。これによって当時のヘブライ語聖書の流動性が示され、第二神殿時代のユダヤ教の実情に光が当てられた。 1996年版のオックスフォード考古学ガイドは司会文書について18世紀に描かれたヨセフス像司会文書の著者が誰であるかについては諸説あるが現在に至るまで最もよく知られ広く支持されてきた学説は司会文書の著者をクムラン教団の人々と考えクムラン教団を古代ユダヤ教のグループであるエッセネ、派の共同体とみなす説である 文書が発見された最初期において、エレアザルス系肉はすでにエッセネ派と司会文書を結びつけて考えていたし、ロランド・ボート・ヨゼフ・ミリクは、クムラン遺跡の発掘によって、クムラン教団イコールエッセネ派イコール司会文書の書き手という説に至った。この説によれば、クムランによっていたエッセネ派の共同体によって司会文書が記され、 ユダヤ戦争時の期六66から68年頃に戦火を避けるためにクムラン周辺の洞窟に隠されたとされる。クムラン遺跡では一切の文書類が発見されていない。にもかかわらず、司会文書著者イコールクムのエッン n 派という説が指示されてきたのは以下のような理由による。まず第一に、司会文書の共同体規則に書かれた入門者の受け入れの儀式が フラビウス・ヨセフスが著作の中で言及する SN 派の入門式との共通点が多かったことがある。さらに共同体規則にメンバーが財産を共有すると書かれていることもヨセフスの描く SN 派の特徴と合致している。第二に、ヒルベトクムラン遺跡の部屋から2つのインク壺と低い机が発掘され、この場所で写本の作成が行われていた可能性が 示されたことがある。土坊はその部屋を謝辞室と呼んだ。さらに発掘によって、ユダヤ人の使う儀式用の大きな浴槽が発見されたことも、クムラン遺跡の住人がユダヤ人であったことの証査と考えられた。第321世紀のローマの著述家大プリニウスも、著作において、司会の北西岸に s n 派の共同体があったと述べている。 このように多くの傍傷を挙げることができる司会文書の著者イコール、クム教団イコールセネ派説だが、反論も多い。クムランで発見されたと思われる司会文書と思われているものの一部司会文書の著者を、クムラン教団と想定しながらも、クムラン教団はエッセネ派ではないと見なす立場もある。この立場によれば、司会文書はエッセネ派ではない何らかのユダヤ教グループによって書かれたことになる。 クムラン教団の正体に関して、近年最も注目された説が、クムラン教団イコールサド会派説である。ニューヨーク大学のローレンス・シフマンの提唱する。この説では、司会文書の著者はサド会派の祭司たちである。その証細として、シフマンは、第4洞窟度奥通湿の 49mmT を挙げる。彼は 49mmT こそサド会派の正常、浮上規定そのものであるとし、 司会文書に含まれる小読みも、またサドカイ派の小読みであるとしている。第七洞窟パピルス編1972年、スペインのイエズス会史、ヨセフ・オキャラハンは、第七洞窟から発見されたギリシア語の写本断片を新約聖書の一部であるという説を発表した。これはコンピュータによる本文検索システムによる参照によって、旧約聖書本文では、 否定不可能であった当該パピルス兵を新約本文と対象することで偶然発見に至ったものである。しかし当初、ほとんどの司会文書の研究家たちは、あまりに断片の文章が短すぎて判断できないとして即座にこれに反論した。1980年には、アメリカのロバート・アイゼンマンがさらにその説を進めて、司会文書は、 初期キリスト教徒の手によるものであるという説を唱えた。アイゼンマンは、司会文書の言及する、義の教師とは、イエス・ガキアとのエルサレムのキリスト教徒を率いた、ダイヤコブのことであり、悪の祭司とは、パウロのことであるとする。カール・ポッパーは、断片795とマルコによる、福音書6章52から53節を同一と、みなすことが、 ただ一つ可能なものであると、ドイツのカトリック学者、フェルディナンド・ロール・ヒルシュの本件についての主張を支持している。司会文書が、クムランでなく、エルサレムで書かれたという立場を取る説もある。カール・ハインリヒ・レングストルフが初めてこの説を唱え、エルサレムで書かれた文書群が、ローマ人の攻撃を避けるため、クムラン周辺に持ち出されて隠されたと考えた。後に、 シカゴ大学のノーマン・オルブもこれを支持し、エルサレム神殿だけでなく、エルサレムの複数のグループによって書かれた文書群が運ばれたとする。この説の傍証として、提唱者たちは、司会文書は思想的に幅が広く、多くの筆記者の手によっていることを挙げる。2020年、アメリカの聖書博物館は、所蔵していた16の断片がすべて偽物であると判定した。 司会文書の多くが筆紙に書かれているのに対し、同管所像の断片には比較が使用されていた上、文字に現代のインクが用いられており、それが乾燥する前に司会文書が発見された付近の鉱物を振りかける細工が施されていたという。ありがとうございます。